はいどうも、たけたけです。はい、ということで、今回は新しくガチャに並んだ弁財天ちゃん。はい、しっかり登場してきて、プラス7覚醒してきましたが、まあ、結論から言うと残念ながら、周りに対策キャラクターとはなりませんでしたね。まあ、ただでさえ、精鋭回るキャラクターじゃなくて、純鋭回るキャラクターになるので、まあ、せめて、周りにだけでも倒してほしかったなと思いましたが、そうはいかなそうな感じのスキルでした。さあ、ということで、弁財天ちゃん見ていきたいと思いますが、まずはパッシブスキルから見ていきますが、はい、こちら、パッシブの3ですね。はい、これがまたかなり固めのパッシブになっており、はい、出陣時5ターンの間、自身が生後不可視状態になり受けるダメージが 75% 減少のダメージカット機能と、会心攻撃された次の攻撃が回避率 100% で避けることができると。はい、であともう一個不可視の効果として、ここには書かれていませんが、ランダム連撃なんかの対象に全くならなくなるという効果があって、まあランダム連撃キャラクター、まあ最近ちょっとあんまりいませんが、まあアウグスだとか、まあそういったキャラクターの連撃なんかは不発に終わらせることができる効果を持ってます。はい、でさらに毎回スキル攻撃前 100% の確率で4ターンの間敵を罪悪窮迫状態にして、はい、窮迫状態になった敵は受けるダメージが 50% 増加と、まあ、風波みたいに 1.5 倍余計にダメージを受けてしまう形になり、でこれもここに書いてありませんが、窮迫状態になると弓章に会心攻撃される確率が 25% 増加するってことで、まあ、クリティカルを食らいやすくなってしまうということで、まあ、基本的にはこのキャラクター的に窮迫をつけてクリティカルを出しながら効果力で殴っていくようなキャラクターになります。クリティカルといえば、利子の抗議によって完全カットされてしまいますが、まあ、弓章が結構得意とする防守の利子なんか相手に抗議化でダメージ完全カットされてしまうので、ちょっと他のケイちゃんとかと比べて利子を追い込むのがやや苦手かなっていうところですね。はい、でこの窮迫についてですが、敵に敏捷値で勝っていれば状態状態性を 100% 無視した上でつけることができると。でこのキャラクターアクティブスキルでも状態状態性 100% 無視やるんですが、まあ、そのアクティブスキルの効果と重ね掛け負荷と書いてあるので、まあ、200% 状態状態性無視まではいきませんが、はい、実際の動きとしてはこんな感じで、攻撃ミスったとしても窮迫をつけることはできて、でさらに、まあ、例えばスキル1なんかは連撃の後範囲攻撃してきますが、しっかり範囲攻撃の方にも窮迫機能はついているということがわかると思います。まあ、なんで窮迫自体はかなり付与しやすいかなと思いますね。でさらにこれ窮迫の効果とは別で、ここに窮迫状態の敵が城内にいる場合、自身の余ダメが 40% 増加すると、はい、いう効果がついており、まあ、これ窮迫によってただでさえ受けるダメージ 1.5 倍増えているのが、ここでさらに 40% 増えて、はい、合計で合わせるとなんと 2.1 倍窮迫状態の相手に対してこのキャラクターが殴った場合ダメージが伸びると、ちょっとおかしなダメージの伸び方をするキャラクターになってます。はい、でさらに味方の不可視状態は解除されないということで、まあ、この開幕からつく5ターンの不可視に関しては、まあ、解除されない不可視ということで、まあ、この 75% のかなり固めの耐久手段が継続的にこのキャラクターはつけ続けることができるんですが、はい、実際の動きとしてではこんな感じですね。周りの剥がし機能の範囲攻撃を食らっていきますが、はい、ここで玉壁の方は今復活後なくなりましたが、剥がし機能で不可視が剥がされてないことがわかると思います。はい、ただ注意が必要なのは、はい、この剥がし機能に関してはこんな感じで、はい、今不可視剥がされちゃってますが、これ敵側に窮迫が一個もないと剥がれない不可視状態を維持することができず、普通に剥がされてしまうので、ちょっと分かりづらいですが、この味方の不可視状態は解除されないというのは、その前にある窮迫状態の敵が城内にいる場合っていうこの条件かかってますので、ここご注意ください。まあ、つまり復活とか獅子虫のタイミングで窮迫が剥がれてしまうと不可視も剥がれる不可視になっちゃうん でこれ不可視剥がれたらめちゃくちゃ耐久柔らかくなるんで、正直、まあ、耐久心配ですね、このキャラクター。まあ、これが剥がれない窮迫とかであればまだ良かったんですが、普通に剥がれる窮迫なんで、で窮迫が場になくなるとかなり脆くなるので、まずここを一つ大きなネガティブなポイントとして必ず覚えておいてください。はい、で一応、まあ、このキャラクター撃破された時3回まで復活可能で、まあ、3回復活ができて、でさらに復活時の HP 回復量は 80% と、まあ、これかなり高い回復量になっており、まあ、ここら辺なんかはかなり良く、でさらに復活したタイミングで一旦の玉壁状態になって、まあ、玉壁になるとどんな攻撃でも玉壁を一旦消費することで一発完全に無効化することができるので、まあ、これかなり耐久の手段としては硬いものになっており、ここもナイス でさらに復活後1回剥がれた不可視なんかもまた5ターンで自分につけ直すことができて、不可視玉壁状態で復活後も敵の攻撃を受け止めることができるので、まあ、しっかりこの2つの効果が発揮できた上で敵の攻撃を受け止めれば、まあ、めちゃくちゃ硬い弓章になり、でしかもこれこのキャラクターが玉壁と不可視状態だった場合、行動後玉壁と不可視状態のターン数が変化しないということで、まあ、復活後玉壁と不可視状態で一旦立っちゃうと玉壁一旦だけなんでなくなっちゃうっていうリスクがあるんですが、このキャラクターの場合は玉壁と不可視状態で場に戻ってきた後、玉壁が敵の攻撃で壊されない限りターンの経過によってなくなってしまうことはないっていうような保険付きですね、一応。はい、なんで実際の耐久としてはこんな感じで敵の攻撃を、はい、受け止めて落ちて、はい、玉壁状態でまず一発カットして、このカットした時クリティカルダメージになってると思いますが、はい、クリティカルが出た次の攻撃が 100% 回避率アップで避けれるので、こんな感じで復活後玉壁で一発耐えた後回避でももう一発避けてっていう感じで、はい、でその後また落ちて
で復活で戻ってきてまた玉壁でカットして次の攻撃はミスみたいな感じで耐えていくことができる。まあなかなかこれがうまく発動すれば硬い副将ちゃんになるんですが、いくつか注意点があって、はい、巻き戻しますが、まず不可視の特徴として、はい、こんな感じで敵にクリティカルダメージを受けながら一発で落とされた場合、はい、これクリティカル食らってるので次 100% の回避率発動しそうですが、はい、戻ってきて一発これ普通に受けちゃうんですね。撃破されて一回不可視が剥がれて復活で戻ってくるタイミングで不可視をつけ直しているので、クリティカルを食らった後 100% の回避率アップの機能が一回失われちゃってるんですね。なんでここでまたクリティカル受け直してから避けるっていう形になるので、正直不可視と復活っていうのが相性良くないんですね。これ意外と知ってる人少ないんですが、はい、下手したら運営さんも知らない可能性があるなと。まあ、知ってたら普通致死ダメージ無視にしますからね、売りたいのであれば。なんでここマジで注意してください。不可視キャラクターっていうのは生半可な育成で一発で落ちちゃうような形にしちゃうと、せっかくクリティカル受けても張り直しになっちゃうんで、その効果を十二分に発揮することができなくなってしまうっていうところですね。あとこんな感じで落ちた後玉壁でクリティカル、はい、カットして、まあ、この後避けてくれそうですが、これ例えばレベル差、はい、53も負けていて、はい、こんな場合ですね、レベル差補正なんかで攻撃かなり当たりやすくなるので、不可視はあくまで 100% 回避率アップですが、はい、必ず避けるわけではないので、こんな感じで食らってしまうことも当然あるので、その点もご注意ください。で最後クリティカル受けて敵の攻撃が終わりましたが、もう一つ不可視の特徴として、これはいい部分ですが、はい、最後これクリティカルで終わってるので、次のパーシバルの攻撃までちょっと見ていきたいと思いますが、はい、ここでミスが出てますね。はい、っていう感じで、この不可視の回避率 100% アップの効果っていうのは、副将 A がクリティカルを出した後、副将 B が攻撃をするその時まで、しっかり回避率 100% アップの状態で受けることができるというとこですね。はい、これはいいとこですね。はい、ということで、まあ、耐久面においては、まあ、玉壁と不可視がしっかり発動する状態であれば、かなり硬いキャラクターになりますが、まず不可視の解除不可の条件が、旧爆が場にあることになるので、そこを維持するのがちょっと難しいかなってところですね。まあ、特に無美化筋体だと、副将の入れ替わりが激しいので、旧爆を場に残し続けるのがかなり難しく、旧爆がないと不可視は剥がされて殴られてしまうので、まあ、そうなると簡単にこのキャラクター沈んでしまうなってところで、まあ、精鋭もあるで耐久もインフレしてる中、ちょっとこの脆さはいただけないところですね。はい、ちゃんと決まれば硬いですが、決めるのが難しいという結論です、私的には。なんで普通にケイちゃんとかの剥がれない残影とかの方が効果としては強いかなと思いますね、耐久面見て。あとなんといっても風魂っていうのは、はい、こんな感じで玉壁だったり不可視なんかを全部すり抜けてダメージぶつけてくるので、周りにめちゃくちゃ弱いんですよね。はい、残念ながら今回の弁財天ちゃん、周りに対策キャラクターになっていないってところも自流的にも厳しいところですね。じゃあまあこのキャラクター、旧爆で 1.5 倍の火力アップ、プラスセルフで 1.4 倍の火力アップ、合わせて 2.1 倍の火力アップがあるんで、それを利用したアクティブスキルの攻撃の方どうか見ていきますか。はい、スキル1から見ていきましょう。スキル1、まず4ターン自身が生後奮起状態になって、攻撃力 1.5 倍アップ、防御力は 80% アップ、筋力知力敏捷値が 20% 増加と、攻撃前に奮起状態に入ってまたここでも火力アップするんですね。旧爆によって 1.5 倍 1.4 倍で、さらに攻撃力 1.5 倍と、どんだけブーストかけるんだって話ですが、そのブーストがかかった状態で体力値が最も高い敵を6回集中攻撃、はい、連撃キャラクターですね。で集中攻撃なんで、ハンニバルとかブリュンヒルド、レオニダスなんかの長老の効果を無視してすり抜けて、長老で守りたい別のキャラクターを殴りに行くことができる機能になってます。はい、なってるんですが、攻撃対象が体力が高い敵になるので、まあ、結果的に長老キャラみたいなタンクキャラクターを狙わされる可能性がとても高く、正直これは何をやりたいのか私はよくわかりません。集中攻撃で長老キャラクターを避けたいのか、それとも避けたくないのか、謎すぎますねこれは。はい、その状態で 800% の物理ダメージと敏捷値 ×12 倍の防御無視攻撃、さらに最大攻撃力 60% の防御無視攻撃と、はい、この6連撃ということで、まあ、攻撃力と敏捷値ベース防御無視攻撃のブレンド攻撃を行うことができる連撃になっており、まあ、威力としてはかなり期待できるタイプの攻撃パターン。しかもこのキャラクターの場合は旧爆によって合計 2.1 倍、さらに奮起によって 1.5 倍の火力ブーストもあるので、まあ、特にこの最大攻撃力ベース防御無視攻撃の方が、まあ、なかなか伸びそうですが、ちょっとこのキャラクタースキル2の方でも敏捷と攻撃力ベース防御無視攻撃やっていくので、まあ、他の副将と比較してどのぐらい強いのかについてはスキル2のタイミングで合わせて見ていきますので、もう少々お待ちくださいっていう、まあ、なかなか強そうに見える連撃をしていくんですが、それプラスこのキャラクター、この連撃プラスこの後ですね、ちょっと飛ばしますが、敵を撃破できなかった場合、残り HP パーセンテージが最も低い敵4名を1回追加攻撃するということで、まあ、撃破に失敗した場合のみですが範囲攻撃もすることができると、まあ、なんで敵が1体だけだった場合には絶対に撃破に失敗するので、その場合には7回攻撃になるっていうようなイメージですね。さらに毎回攻撃後 100% の確率で2ターンの間敵を罪悪盲目状態にして、敵の命中値を 80% 減少、与えるダメージを 40% 減少で、攻撃が命中しないたびに敵の与えるダメージが追加で 10% 減少、
はい、最大で 30% 追加減少可能ということで、まあ、うまく3回避ければ最初の 40% と合わせて 70% ダメージカット機能がつき、まあ、敵の火力を 70% も落とすことができると。これ不可視の 75% ダメージカットと合わせると実に 92.5% のダメージカット機能まで大きくなるということで、まあ、92.5% ダメージカット機能までいけば弓章でもめちゃくちゃ硬いキャラクターになりますね。ただこのキャラクター残念なことに残影キャラクターじゃないんですね。はい、この盲目っていうのは敵の攻撃を避けないとこの追加の余ダメ減少発生しないので、まあ、残影が欲しいとこでしたね正直。まあ、一応不可視でもクリティカルダメージを受けた後の攻撃は 100% 回避率アップするので、まあ、それで避けてくれれば盲目の 10% 余ダメージ減少どんどん増えていくので、まあ、不可視でもいっちゃいいんですが、まあ、ただでさえ今弓章の残影や不可視狂乱キャラクターなんかに殴られたら結局避けれないんで、せめて狂乱キャラクターじゃない相手には避けまくれるように残影も欲しかったですね正直。まあちょっと高望みしすぎですかね純 MR キャラクターに。はい、ということで、まあ、敵に盲目をつけてその火力ダウンと命中をダウンさせる効果はあるんですが、この盲目機能ですねめちゃくちゃ注意が必要なのは、はい、まずミスった場合には付与することができないっていうところ、はい、それとこんな感じで連撃の方には盲目機能しっかりついているんですが、その後の範囲攻撃ですね見てもらうと、はい、残念ながら範囲攻撃の方には盲目機能がついてないんですね。はい、なんでこの盲目に関しては体力値が高い敵1名にしかつけられずばらまくことができないっていうところ、いやここもばらまくぐらいやってもよかったんじゃないかなって気がしますね。まあタンク系のタフなパッシブ持ってて長生きするの長生きした後何をするかを問われる際に盲目をばらまけますよとか、まあそういったことができるのであれば腐りづらいキャラクターになる道筋なんかもあるんですが、これ1体だけにしか盲目つけれないとなると、もうこのキャラクターが自体がもうかなり強くない限りは簡単にデッキから外されてしまうような形になっちゃうんで、そうサポート機能としてしっかりこのキャラクターだけで完結するのではなく他の味方の助けにもなるような機能であればよかったんですが、残念ながら範囲攻撃の方には罪悪盲目つきませんので、はい、そちらもご注意ください。あと単純に今の時代6回攻撃っていう攻撃回数もあんまり多くないですね。もうちょっと攻撃回数も欲しかったなっていうところですね。はい、で最後全ての攻撃後4ターン内で味方6名を生後雷鼓状態にして、はい、雷鼓状態になると敏捷値かける3倍分の攻撃力ベース防御無視攻撃のダメージをカットできるようになると。はい、まあ、これはもう本当にわずかな耐久機能を味方全体につけるような形ですね。で最後に自身が総ダメージ 30% の HP を回復していくという形になってます。はい、でこのままスキル2見ていきますか。はい、スキル2の方体力値が最も高い敵3名を2回攻撃していって、毎回 800% の物理ダメージと敏捷値かける12倍、そして攻撃力 80% の、はい、こちらも攻撃力と敏捷値ダメージのブレンド攻撃の範囲2回攻撃をやっていくキャラクターになります。ここに関してもなぜ3名とせめて4名じゃダメだったのかと問い詰めたいですが、はい、3名に対する2回攻撃になってます。はい、でもちろんここにも急爆による 1.4 倍 1.5 倍の火力アップ、さらに噴気による 1.5 倍の火力アップなんかが乗っかったりするので、はい、それも踏まえてこのキャラクターの攻撃力ベース防御無視攻撃と敏捷値ベース防御無視攻撃、他の副将ちゃんと比べてどのぐらいの威力なのか比較していきましょう。はい、こちらのグラフが攻撃力ベース防御無視攻撃ができる副将のその攻撃力ダメージ倍率を縦軸に取ったグラフになりますが、まず全てのコンボがうまく噛み合った場合の赤い山で相当し直してみると、弁財天ちゃんのスキル1がこの位置、はい、スキル2がちょっと降りてこの位置ですね。はい、下見ていくとこんな感じということで、もうスキル2の方はちょっと低いですね。これスキル1の方は真ん中よりかなり高いですが、まあ、特に記録を打ち破るようなインフレは見せてくれませんでした。まあ、完全にインフレの波に飲まれているような形になりますね。同じ弓章でいうと桃地丹波のスキル1がここにあったり、上の方を見ていくとケイちゃんのスキル1、スキル2、ヨユキのスキル2といったように、まあ、今の弓章のインフレの波にも飲まれてしまっているというところで、まあ、ちょっと攻撃力ベース防御無視攻撃の方あれだけ急爆だったり奮起で火力アップしている割には印象よりちょっと弱めかなというところですね。まあ十分強いことは強いんですが、はい、こちら平常運転の範囲内である程度コンボが噛み合った場合の黄色山でそうとするとこの位置、ちょっとスキル1伸びてきましたね。スキル1は相変わらず低くこの位置となっており、まあ、これも弓章だと陽勇気のスキル2がここ、桃地丹波のスキル1がここと、でその次になってるんで、まあまあ高いことは高いですね。はい、ケイちゃんなんかはちょっと降りてこの位置ですからね、スキル2がここケイちゃんのっていう感じで、まあ、決して弱くはなく普通に強いんですが、まあ、飛び抜けて突き抜けたかっていうと、まあ、よくある、まあ、波の中といったところですか。はい、で平常運転の範囲内であまりコンボが噛み合わなかった場合の緑の山出そうとした場合、ここ第4位とスキル1が伸びてますね。でスキル2が、はい、ここですね、かなり弱いです。スキル2がで弓章としてはスキル1ここでトップに躍り出る形となりますね。はい、2位の弓章桃地丹波のスキル1がここということで、弁財天の特徴としては噴気だったり急爆によって基礎的な火力アップが支えられているので、まあ、コンボがうまく噛み合わなかった場合、まあ、うまくクリティカルが出ないとか、まあ、そういった場合でもそこら辺の底上げ効果は常にあるので、火力の底が高いという特徴があると覚えておいてもらえれば OK かなと思います。はい、全てのコンボがうまく噛み合わなかった場合の青い山でそうとして第6位ということで、はい、これも弓章ナンバーワンですね。はい、という感じで低いところの火力が高いキャラクターだと思ってもらえれば OK かなと思います。まあ、なんで
で爆発的な火力はあんまり期待できませんね。まあ、常にある一定以上高い火力で立ち回れるキャラクターっていうイメージで、まあ、CMR が始まったこのご時世、これだとパッとしませんね。強いことは強いんですが、まあ、ただこのキャラクター範囲に対しても攻撃してくんで、じゃあ敵短期じゃなくて今度は敵範囲に対して同じく攻撃力ベース防御無視攻撃のランキング見ていきたいと思いますが、はい、赤い山でスキル1この位置、スキル2がこの位置と下見ていくとこんな感じということで、まああんまり関係性変わりませんね。上に桃地サンバがいたり、ケイちゃんにはやや勝ってるって感じですか、範囲だと。はい、余裕気が高いですね、範囲は。黄色い山でソートし直してみて、はい、ここに来て上にスキル2も伸びてきました。まあ一応スキル2範囲攻撃なんで意地を見せてきましたね。緑の山でソートしてスキル1この位置、スキル2この位置と、はい、両方ともなかなか高く、はい、最後青い山でソートして、はい、スキル1が第5位、スキル2が第9位と、まあ、敵範囲に対する攻撃力ベース防御無視攻撃としては同じく低く触れた場合の火力がなかなか上位に食い込んでいるような副将になります。まあ、ただやっぱり弁財天ちゃんの場合剥がし機能が全くないので、これセーブ剥がしができないっていうのがちょっと痛いんですよね。せっかく火力は高いんですが、まあやっぱりそういう意味で範囲攻撃力ベース防御無視攻撃で強いのはリクソンやチョウン、まあ、あと雲中くんのスキル1なんかも強いですね。ここら辺が結構化け物級に強いので、雲中くんより下で結構ここに大きな溝があるような感じですか。でその点桃地タンバーなんかも範囲で見ると剥がし機能あったりするんで、まあ、これ数値だと勝ってますが、実効率だと桃地タンバーの方がダメージ出せちゃうんじゃないかなって感じがしますよね。敵のセゴエンゴとか剥がした時なんかには。はい、じゃあ攻撃力ベース防御無視攻撃だけでなく、このキャラクター敏捷地ベース防御無視攻撃もやるので、はい、そちらのステータスベース防御無視攻撃の方でのランキング見ていきたいと思いますが、こちらがステータスベース防御無視攻撃ができる副将のそのダメージ規模を縦軸にとったグラフになりますが、 また赤い山でソートし直してみると、スキル1がこの位置、はい、スキル2がまた落ちていってかなり下ですね、はい、スキル2この位置と下見ていくとさらにこんな感じになっており、まあ、真ん中ぐらいではありますがちょっと低い方ですね、スキル2は。でスキル1の方の位置づけとしてはかなり上の方になっていますが、弓章でいうとこの高さ、織田信長が敏捷地ダメージこの高さで高く、ベルダンディも強いですね。あと汚染、まあ、ここら辺耐久ある程度捨てて火力振りしてるキャラクターたちの名前が目立つところで、はい、ケイちゃんだとか桃地タンバーなんかは桃地タンバーここでケイちゃんさらに落ちてここだったりと、先ほど攻撃力ベース防御無視攻撃で上の方にいたケイや桃地タンバーなんかと比べたら、敏捷もこのキャラクターはちゃんと高いですよっていうような主張をしていくようなキャラクターですね。とは言っても波には飲まれちゃってるんでちょっと主張するには弱いですが、はい、黄色い山で相当した場合スキル1この位置となかなか高いですね本当に。まあ、ただここに桃地タンバーのスキル1ありますね。まあ、ケイちゃんは完全に名前なくなってますね。はい、緑の山で相当し直してみて第2位と、やっぱそこが硬いですね。まあ、奮起によって敏捷地 1.2 倍上がりますからね。はい、そういうのも聞いてますねそこは。はい、で青い山で相当して第4位とああいう結果となりました。うん、剥がし機能がスキル1にあれば文句なしでさすが最新キャラクターっていうような評価ができるんですが、剥がし機能欲しかったですね。はい、ただその代わりにこのキャラクターですね、かなり特殊な動きが1個残されており、この範囲攻撃していく中で今の防御無視攻撃と一緒に、毎回攻撃後自身の敏捷地が敵より高い場合、その敵の残り HP を 40% 分減少させる効果を発動、かっこ自身最大攻撃力の20倍を超えないということで、はい、ここに謎のダメージ機能がもう1個あるということで、はい、ちょっとこの挙動を見ていきますか。はい、実際にはこんな感じですね。はい、スキル2で敏捷地で勝ってる場合1回目ミスっちゃってますが、この後追加発動で殴るこの攻撃見てもらうと、はい、これが今言った残り HP の 40% 分のダメージをぶつけるっていう機能ですね。はい、ちょうど 100% の HP からまあ 61% になってますが、まあ、40% 削ってると。まあ、ダメージの大きさ見ても、モルドエットの最大 HP から見てちょうど 40% のダメージを計算するとぶつけてました。はい、という感じで、ちょっと巻き戻しますが、はい、スキル2の方、こんな感じで2回攻撃なんですが、範囲に対する。追加でこの敏捷地で勝ってる場合には 40% の防御無視ダメージが飛んでいくので4回攻撃になるんですね、敵3名に対する。はい、でダメージ見てもらうと、あくまで残り HP に対する 40% なんで、はい、こんな感じでHP が 100% 満タンの時はしっかり上限から見て 40% 分丸々かなり大きなダメージぶつけられているんですが、はい、ここで HP が減ってしまっているので、この減った HP からまた 40% のダメージという感じで、2発目の威力は落ちる傾向にありますね。まあ、HP 100% の状態からこの 40% の防御無視攻撃2発ぶつけると、大体敵の残り HP が 37% ぐらいになるという感じで、まあ、残念ながらこの追加 40% ダメージっていうのは、残り HP から見ての 40% になるので、まあ、絶対に倒すことができないんですね、敵を。なんで殺傷力としてはない攻撃になります。はい、その代わり2発当てれば必ず HP は 50% より低くなるということで、敵の HP が 50% より低い場合にダメージ倍だとかクリティカルが出せる他の味方と組んで殴っていけば、まあ、コンボとして使えるのかなっていうところですが、はい、あと特徴として気づいた方もいるかもしれませんが、これモルドレッド生後援護状態なんですね。まあ、つまりダメージ 50% カットできるはずなんですが、それをすり抜けてしっかり 40% 与えたいダメージぶつけることができていることから、ダメージカット系のバフだったり白バフなんかをすり抜けてダメージをぶつけ
付けられる機能になってます。はい、スコアナイスですね。はい、その仮ですが9爆なんか今モルドレットにつけましたが、はい、9爆つけてもぶつけるダメージは 40% だけということで、9爆によってダメージが 1.5 倍とか 1.4 倍追加で乗るっていうことは全くないので、はい、生後援護なんかのダメージカット機能をすり抜ける代わりに9爆によるダメージアップの相乗効果とも絡むことができないということで、まあ、なんとも中途半端ですね。これもこれ9爆による 1.5 倍とかのダメージが乗るのであればかなりのダメージ効果が期待できそうですが、まあ、結局 40% のとこでダメージが止まっちゃうんですね。いや、ここはオーバーしてほしかった。はい、でその他の特徴としてはこんな感じで、1発目クリティカル出した後2発目の 40% ダメージ、はい、ノーマルダメージでクリティカルノーマルダメージという感じで、追加の 40% ダメージの方は必ずノーマルダメージになります。なんで利子の攻撃なんかは一応すり抜けますね。すり抜けますが撃破するタイプの攻撃ではなく、あくまで HP を削るだけになるので、殺傷力が足りないですね。単純な殺傷力で言うとマーリンの風魂とかの方が必ずノーマルダメージでがっつりダメージ出していくんで、マーリンの方が圧倒的に強いですね。まあ、ただこれ一応敵の HP40% 減少で最大攻撃力の20倍を超えないとなってるんで、まあ、2000% のダメージですね、っていうのを期待できるんで、ボス戦や戦役みたいな敵の HP が大幅に高い場合なんかには結構なダメージパーセントが出る可能性あるんで、これはまた別途戦役やボス戦なんかの火力計算分析後編動画でやってきますので、そちら楽しみにしていてください。で最後に全ての攻撃が終わった後、4ターンの間味方6名を生後浅月状態にして、浅月になると敏捷かける2倍分の知力ダメージのカットができるようになり、まあ味方全体がやや防止に硬くなるというちょっとしたものがついておしまいですね。まあ正直ちょっと微妙ですね。はい、じゃあパッシブスキル見ていきますか。攻撃パーセンテージ、HP パーセンテージ、平凡の値で、はい、防御力レベッカ系300、この値は、はい、上から見ていってこの位置ということで、まあ、よくある値ですね。敏捷値がレベッカ系260、はい、これ専属武器でつけるやつなんでちょっと効果が弱く、上から見ていって260だとこの位置、敏捷値持ちの中ではかなり低いですね。はい、で体力パッシブレベッカ系300ということで、こちらに関しては上から見ていってこの位置と、まあ、300はよくある値ですね。はい、で防御貫通に関してはレベッカ系15のレベル依存タイプが1個あるだけということで、まあ、固定値でもいいんで属性防御貫通も欲しかったですね。はい、で命中パッシブがレベッカ系280あって、この値は、こちらも上から見ていって、はい、この位置第34位下見ていくとこんな感じで、まあ、真ん中よりやや低めといったところでしょうか。で会心パッシブレベッカ系380、はい、こちらも上から見ていって第25位と、はい、下見ていくとこんな感じで、まあ、よくある平凡な値ですね。はい、で神髄共鳴スキルの方も知力値と攻撃力ベース防御無視攻撃に対して自身の敏捷値の2倍や3倍なんかでカットしていく平凡なタイプの神髄共鳴スキル。はい、でこのキャラクター復活が特徴的で、まあ、3回復活で 80% HP 回復で場に戻ってくれるという、まあ、HP 量が多いタイプになりますね。はい、まあ、ただ今4回復活とか5回復活致死ダメージ無視なんかがいる中で、3回復活はワンランク落ちる形になり、まあ、その中では 80% 回復ということで、まあ、他の 50% や 40% 回復の3回復活キャラクターに比べたらある程度硬さがあって、さらにここに玉壁だったり不可視なんかもつくので、まあ、ちゃんとそれが決まっていれば硬さとしては十分硬いかなってところですね。まあ、本当に剥がされちゃうのがきついですね。それがなければっていうところでしょうか。はい、とせ弁財天ちゃん分析前編動画見ていきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、正直耐久面旧爆王の場に残さないと剥がされてしまう整合不可視の耐久の心配だったり、まあ、火力面に関しても特に突き抜けて強くなるような火力では実はなかったということで、まあ月末の聖 MR キャラクターも控えているので中途半端に強くて悩むような副将ちゃんじゃなくて良かったと捉えるべきでしょうか。まあ、ただ個人的にはこういった副将ちゃんにもしっかりとした個性を突き抜けて強くなくてもいいんで宿してほしかったなと運営さんには思いますね。まあ、決して弱いキャラクターではないんですが、今のインフレの波の中にしっかり収まってしまっているということで、はい、おすすめはできないかなってところですね。ただ一応このキャラクターの総合評価はこの後の分析後編動画の方で、このキャラクターの戦役だったりボス戦、対人戦や治療戦なんかの総合評価やってきますので、はい、そちらでもう一本さらに細かいデータですね、一緒に見ていきたいと思いますんで、後編動画までしばらく時間があるので、このキャラクターに関する質問だったり追加の詳細依頼等あればコメント欄に書いていただければ、間に合えば後編動画の方で回答していきますので、はい、コメントの方もどしどしよろしくお願いいたします。はい、あとグッドボタンを押してもらえると、それを横目にテンション上げて動画を作ることができるので、グッドボタンよろしくお願いします。はい、それでは。